下上翔太郎は、日本の海軍軍人。海兵第39期。最終階級は、海軍隊員。1889年、富山県伊水郡黒川村出身。1908年9月14日、富山県からの合格者は、下城一人、海軍兵学校に入校。このそっと、第38期生から2名が留年にて編入され、 都合152名となる。1910年7月17日、下城、山形武士、多賀高秀、太尉城上、和田三章の5名が、成績優等につき学術優等賞を受ける。また、貧困全量賞は、下城、遠藤貴一、村上勇の3名が受賞する。1911年7月18日、平学校3番で卒業、多賀高秀、 大井城、下城、和田美沙夫の成績優等者4名に探検一口が可視される。ちなみに、海軍兵学校開校から1919 19年までの記録を記した海軍兵学校遠隔という屈指の難関校で、成績上位数名のみが可視される、恩師の探検を排除した富山県出身者は、第47期生までの中で次の3名である。第39期。 下上翔太郎、第43期、浜の力。在校中主席で通した秀才で、技術系へ進む。第45期、中村勝平太平洋戦争時、連合艦隊参謀長を務めた、草加隆之助中将は、著書、一海軍士官の半世紀の中で、海軍兵学校時代の下条について、以下のように触れている。気象から就寝まで、 全てラッパと法令で規制される。寸分の隙もない。この中にも楽しい時がある。夕食後の30分である。どこへ行っても、同居の者は会いたかる。私は、石川県人のグループに入った。昔の下越の三州すなわち旧前田藩の者ともで、ある。第一文体の五条すなわち三学年の首席総上、翔太郎を中心に、 足並みを揃えて行きつ戻りつ散歩する。彼氏も上翔太郎は、仲裁である上に豪傑であった。富山県高岡の出身であり、将来を職望されていた遺材であったが、大尉の時口区間立ち風で好転時、海中に転落殉職した。また、一年の冬休みで帰省から戻ると間もなく、三学年から一学年生徒は運動場へ集まれと言われた。全員整列すると、 下城仙人五町から休暇後、貴様等はたるんでいる。わずかの休暇で、シャバが恋しくなったか、今日は総員引き締めてやる。総員制裁である。整列している一方から、鉄拳の音がだんだん近づいている。歯を食いしばっていると、ついにやってきた。ポカポカンと二つ三つやられる。第三十九期から太陽城中将和田三竿中将 山形正志大,大将、遠藤金一大将、伊藤誠一大将、高木武雄大将、西村昌治中将、安倍光紀中将、金沢正雄中将、角田角次中将、岡高澄中将、島清秀中将、原忠和中将など、太平洋戦争を司令官や司令長官として戦った提督たちを多く、排出した。下城も命長らえることができたなら、 太平洋戦士に名を残す提督になっていたであろうと推測する。1912年12月1日、任海軍将尉、軍艦、いぶき乗組。後軍艦、浅間ま乗組。駆逐艦、ヤ風ゼ1914年12月1日、任海軍中尉、県米支隊に参加。1915年12月4日、大正天皇ご即位の大礼特別艦艦式に、 第3艦隊第9戦隊の機関、橋立て乗組として参加。1917年12月1日、任海軍隊員。1920年3月1日、戦艦伊勢分隊長から、駆逐艦、矢風偽装員兼駆逐艦、博風偽装員。同年6月19日、駆逐艦、矢風法術長兼分隊長。同年8月2日、徳山沖にて巡職。 去年31歳、ありがとうございます。